この世界には人種や民族、文化、歴史、肌の色、性別などといったさまざまな違いを要する人々が暮らしています。人類は長年このような互いの違いを認められず、偏見や差別に苦しめられ、ここアメリカでは奴隷制が始まって以来差別や迫害が起こり、現代でも深刻な社会問題として存在しています。そんなアメリカで現在全米で最も人種差別主義の街があると聞いたので、その実態を確かめに訪れてみました。はい、皆さん、ワッツアーバッパー翔太でございます。現在はですね、アメリカアーカンソー州ハリソンっていう町の手前に来ております。このハリソンっていう町がですね、世界で最も人種差別主義の町と呼ばれてるみたいで、まあ、その理由は様々あるみたいなんですけど、最大の理由の一つにですね、この町のお隣にはですね、白人至上主義団体トリプル K っていう組織の本拠地があるということで、まあ、僕もアメリカに来る前までは全く知らなくて、まあ、いろいろ調べてみたんですけど、その白人至上主義団体とはですね、アメリカ南北戦争がありまして、北と南意見が分かれました。北はですね、奴隷制度反対、南はですね、奴隷制度賛成と意見に分かれて、で、まあ、アメリカはですね、もともと農業大国っていうことでですね、コットンが盛んだったみたいなんですけど、北はどちらかというと工業が盛んで、南はどちらかというと農業が盛んだったみたいなんですけど、その南の農業、農家ではですね、奴隷が、従業員として雇われてたみたいで、その奴隷制度がなくなることによって、南はですね、経済的打撃を受けるっていうことから、南はですね、奴隷制度、賛成だったみたいなんですけど、その元、南のですね、奴隷制度賛成派の元軍人によって作られたのが白人至上主義団体ということで、まあ、白人至上主義団体の思想としてはですね、反奴隷解放、それからですね、分離主義、ホワイトはですね、他の種族とは違う、自分たちの種族を愛そうぜっていう思想だったみたいなんですけど、そのね、白人至上主義団体はどういったことをするのかというとですね、まあ、皆さんもニュースで見たことあるかもしれないんですけど、白い装束を着てですね、独自の儀礼が行われたり、それから独特な、ね、呼び名の、位が定められたり、まあ、1920年代にはですね、その思想がどん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 広がって、構成員の数約500万人以上まで膨れ上がってですね、でその思想もですね、どん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 エスカレートしていって、初めはですね、反奴隷解放から始まったんですけど、まあ、それから反ブラック、それから反有色人種、それから反ユダヤ、それから反ムスリム、それから反、カトリック、それから反共産主義まで広がっていてですね、様々な、事件を起こしたんですけど、まあそのね、事件についてはちょっと YouTube ではちょっと言えないです。もう言ったらちょっとバーンになっちゃうんで、また各自皆さん調べてみてください。でその後ですね、世間からも様々な批判を受けてですね、勢力がどん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 、下がっていったんですけど、まあ、現在もですね、その白人至上主義団体はこのハリソンのお隣の町で活動していると。まあ、そんな中、近年ではですね、黒人差別の反対を訴えるブラックライブズマター運動が行われたことは皆さんもご存知だと思うんですけど、アメリカミシガン州に住む白人の男性が、この人種差別主義の街と呼ばれるハリソンでブラックライブズマター運動を一人で行った。彼はですね、どのくらい人種差別がこの白人至上主義団体が存在する街のお隣で残ってるのかっていうのを確かめたくて、ハリソンでブラックライブズマター運動を行ったみたいなんですけど、その結果が恐ろしかった。なんとこの街の住人から大批判を受けて、その結果ですね、この街にはですね、数多くの人種差別者が残ってると言われ、アメリカで最も人種差別主義の街と呼ばれるようになったみたいです。そんな世界一人種差別主義の街というハリソンにですね、日本人が行ってみたらどうなるの、どんな批判を受けるのか、どんな目で見られるのかっていうのをですね、24時間滞在してみて検証していってみたいなと思います。はい、ということで皆さん、このハリソンっていう町にやってまいりました。もうハリソンの人口はですね、かなり少ないです。人口約1万3000人ほどで、まあ、人口のですね 92.8% が、白人ということで、で、あのブラックの人はですね 0.1%、 1% 未満で、アジア人もですね 1% 未満の 0.38% ぐらいやったような気がします。で、まあ、ヒスパニックの方は 3% から 4% ということで、白人の方がですね大半のこの、 あの小さな町なんですけど、まあ、そのね、あのミシガン州の白人の男性がブラックリバーズマター運動を行った時にはですね、この町の至る所にはですね、その人種差別の、看板がですね上がってたんですけど、まあ、現在その看板はあの後なんか大批判を受けて大炎上してなんか撤去されたっていう噂もあるんですけど、看板とかもあるんかな、ちょっと見て回りたいなと思います。
はい、ということで皆さん現在ですね、車をですね止めて、まあ、大通りのですねすぐ隣ですね、ハリソンに入ってからすぐのところですね、ありますね、ここに看板があります。で、こんな感じですね、 It's not racist to love people whiteprideradio.com ということで、白人の誇りラジオみたいな感じですね。で、聞いた話によると上にいらっしゃる方がですね、まあ、KK の、メンバーということで、まあ、こんな感じで、レイシスト的な看板がですね、大通りの真横にあるって感じですかね。で、まあ今街見渡す限りですね、あの看板以外はもう撤去されてるって感じですかね。あの看板もですね、トリプル K の方が掲げてる看板みたいなんですけど、まあそのね、トリプル K の方がこの流入してくる前もですね、このハリソンという街にはですね、人種暴動みたいなのが2回ぐらいあったということなんで、まあそのトリプル K だけが問題じゃないとは思うんです。もともとそのそういった思想っていうのがこの街にはあったのかもしれないですよね。はい、今からですねこの町に24時間滞在するということでウォールマートにね行きたいなと思うんですけど、このウォールマートもですね、先ほどお話ししたブラックライブズマター運動を起こした白人男性が町の人から批判をもろに受けた場所らしくて、まあその他にも有色人種の方々もこのウォールマートで差別的な扱いを受けてきたということで、実際に日本人がね行ってみたらどんな反応なのかっていうのをね見てみたいなと思います。はい、ということで今ウォールマート入ってきたんですけど、まあ、ちょっと多少ね目線感じるなっていう場面はあるかもしれないです、まあ、僕がめちゃめちゃ気にしながら歩いてるかその影響かもしれないんですけど、特に年配の方からにはこういう感じでじろーっと二度目されたりするところはあるかもしれないです。でも僕がこれ多分気にしすぎてるのかなと思うし、まあ、でもこのウォールマート一番びっくりしたのが、まあ、結構ウォールマートいろんなね各地アメリカ行ったんですけど、結構いろんな人種の方で溢れてるんですけど、このウォールマートはほんまホワイトの方のみです。もうブラックの人は一人も見ないし、こんなにホワイトの方だけが住んでる街って僕今回アメリカ来て初めてなのかもしれないです。はい。Yeah, people call it like America most racist town. Is that correct? Yeah, it's like unfortunately is like what it is, and like not everyone here obviously, but there like is certainly like drama. If I'm being honest, I think it's mostly like the older generation, and I think like there definitely is like some younger people that were like raised that way, like. Okay.It's like even people that were like in high school were still saying like, oh yeah, there's like this march for Black Lives Matter. I'm going to go, you know, out near them with my truck. Wow. Yeah, like That's it was, scary. Yeah, it was like really bad stuff.はい、ということで皆さん無事、ウォールマートでショッピング終わったんですけど、まあ2ヶ月アメリカに滞在して、その差別的なことは1回もそのねアメリカ2ヶ月滞在してる間は受けたことないんですけど、この街はちょっとなんか雰囲気が違うなって、人の目線とかこうなんていうんですかね、このなんていうんですかね、雰囲気と雰囲気の間みたいなのがちょっと違うなっていう印象は今のところあるんですけど、まあ一人の男性がですねスーパーで買い物してる時に話しかけてきてですね、であなたどこの出身、 Where from って聞かれて、日本人って言ったら気をつけろよみたいな感じ言われて、えどういうことみたいな感じ言ったら、この街にはかなり多くの有色人種をよく思ってない人たちがいるんで気をつけろって、でもし僕が あなたの立場であればこの街には長入りしないって言われたんですよ。それ怖くないですか？全く見知らぬ人に Where are you from? って聞いてその話をするってなんか怖くないですか？その方は結構年配の方だったんですけど、いやまだこのね街に入って1時間2時間しか経ってないんでわからないですけど、その話聞いてからめちゃめちゃいろんな人の目線を感じるようになって余計に怖くなったというね。 Some people told me when I was in the Walmart, hey, where are you from? I'm from Japan. And he said, oh, you gotta be careful to be here, you know? Yeah. Because, you know, some crazy people, it's gonna attack you or something, but it might happen or no, you think?Oh, it would definitely happen, yeah. If I was to give advice, I'd say probably stay away from like the park. Okay. Harrison Park, that area, there's a lot of... That's in the center? Yeah, the downtown. Center of town, yeah. So, right. Not just there, but there's like a lot of people that do drugs. But okay. Places like this, Walmart and Harrison, you won't find too much of that. You'll probably find drug users and stuff like that. But I would like to say for the most part, there's a lot of nice kind of people here. You know? Yeah. I'd like to think that at least. You know? Yeah, exactly. Like, yeah. Yeah.ってことで、ウォールマートはですね、街の外にある感じで、まあ、たくさんの人がですね、ダウンタウンにはですね、より差別者が多いとのことで、まあ、どんな感じかなって見に行ってみたいなと思います。はい、ということで皆さんやってまいりました。ここがですね、ハリソンの中心街でございます。まあ、飯をね、食べに行こうかなと思ってるんで、このね、中心街も歩いてみて、まあ、どんな感じの対応を受けるのかなっていうのをね、見て回りたいなと思います。
まあ、結構僕がカメラ持ってるせいなんかアジア人なのかを分からないですけど、ものすごい、目線を感じるっていうのは確かですね。はい、はい、ということで今ね中心街歩いてるんですけど、まあ、いろんな人に話したんですけど、やっぱ人によってね意見が割れるなって感じです。まあ、とある人によればすごいレイシストなタウンっていう人もおれば、とある人はそんなねレイシスト今までの僕の人生見たことないっていう人もおればみたいな感じなんで、まあ、今のところね僕、滞在してみてですね、まあ、あのね時たまですねものすごい目線で見られるっていうのはありますけど、まあ、みんながみんなじゃないっていうのは確かですね。はい、ということで皆さん今回の宿はこんな感じでございます。このねハリソンの中で一番安いモーテル57ドルでございます。キングベッドサイズにプラスあとトイレシャワーもついて、やっぱアメリカ何でもでかいですね。もうベッドもめちゃくちゃでかいというね。まあ57ドルですね、あの LA とか他に比べたらもうかなり激アツな方です。安い方です。まあ、今回受付の対応もものすごい良くてですね、なんか日本人やからアジア人やからっていう感じで変な目で見られるっていう感じで全然なかった。ものすごいフレンドリーで良かったです。まあ、この後ですねちょっとこのねハリソンの街の、地元のバーにもですね行ってみたいなと思います。はい、ということで皆さんお疲れ様でございます。1杯目でございます。バーに入ってきたんですけど、そんなになんですかね人の目とかっていうのは感じないですけどね。なんかこうやっぱり日本人やからなんか変な人種が来たみたいな、そんな感じでは全然ないです。でまあ頼んだのがですねリブステーキサンドイッチと、このビアをちょっと頼みました。前アメリカ一肥満の都市の動画出しといて、なんなんこのシーンみたいな、何食べてるのって皆さん思ってると思うんですけど、アメリカほんまに誘惑だらけです。誘惑がめちゃめちゃあって、でもこのビール飲み出したら誘惑に負ける環境がめちゃくちゃあるという。そう、今ですね、飲んでまして、まあ、横の人といろいろ話したりして、まあ、このねバーのいろんな人と話してたんですけど、まあ、この街では差別っていうのはあるのかと、アメリカで一番差別主義の街って呼ばれていますけど、どうですかっていう話をしたらですね、まあ、確かに、ね、この差別はありますと。でもその差別っていうのは どの基準で差別で決めるのかっていうのは人によって違う。例えば日本の田舎に数多くの他の人種の人が入ってきて調和することによって、例えばその場所の文化が消えてしまうってことはあるんじゃないみたいな感じで言われて、いや確かにそうかもしれない。いろんな文化がミックスされることによってその本来あった文化は消されるかもしれない。なんで今回僕バーに来てみて、みんないろんな人とめちゃめちゃ楽しく話してますし、そこでお前はアジア人やからなんやっていう感じも全然ないですし、僕たちは何も差別しようと思ってしてないし、みんな平等でフレンドリーで仲良くしたいと思ってるけど、自分たちの文化とか伝統を消されるのが嫌っていう考えなんですね。見てください、街、シティとか見てください、大都市見てください、いろんなものが入ってきていろんな文化が混ざり合っていろんなものになって、その結果もともとあった伝統とか文化がなくなってるじゃないかという話をされるんですよね。難しい問題ですよね。差別ってどこからが差別でどこからが差別じゃないのかっていうのは人によっても全然違うと思うし、確かに僕が19の時に初めて海外に行った時の思う差別と今思う差別の感覚は全く違いますし、ただ単にもしかしたら彼らは自分たちの文化伝統を守りたいだけって思ってる人なのかもしれないし、それが差別と見られるかもしれないしみたいな、めちゃくちゃ難しいですだと思う。こう飲みながら思ってます。いやもう差別っていう言葉はものすごい深い。どう思いますか皆さん。僕もこれだけにはもうほんまなんかどっちにもつけない、わからないですっていう感じなんで、もし皆さん自分たちの思いがあればコメントしていただいてシェアしていただいて、まあいろんな人の意見を聞けたらいいなと思っております。いや難しいな。いやどこからが差別かどこからが差別じゃないのか。はい、ということで皆さん続きましてやってきたのがローカルのレストランで、ここでですね、ちょっと朝ごはんと昼ごはんを食べたいなと思います。
まあ、この店にはですね、もうローカルの人しかいないんですけど、まあ、そんなに今のところなんか僕がアジア人だからっていう感じの雰囲気は全くない感じで、普通な感じです。まあ、ちょっと頼んでみます。Whatever language they speak, they love their children just as much as I do, or their grandchildren, or their mother, or however that is. Yeah.いやー、やっぱり人と話すると意見って変わりますね。なんかここ来る前まではネットの情報でマインドロックされてたんで、必要以上に何ですかね、気を張っていろんなところを生活してたんで、まあ必要以上になんか見られてるとか思ってたのかもしれないですね。なんかまあ、でまあいろんな人と話してて、ほとんどの人はこのハリソン、なんですかね、その人種差別主義の人じゃないと。で、まあ、やっぱごく少数はいらっしゃるけど、まあみんながみんなじゃないと。まあその通りだと思います、今は生活してて。で、まあみんな口を揃えて言うのが、このハリソンの隣にあるジンクっていう町の影響、そこにトリプル K の本拠地があるからっていうことなんで、まあ、今回今からですね、ここから30分ぐらいなんで、ジンクっていう町にも実際行ってみて、どんな感じかなっていうのを見てみたいなと思います。はい、ということで皆さん着きました。ここがですね、ジンクっていう町の中心街でございます。まあ、ジンクはですね、日本語に直すと亜鉛っていうみたいで、1890年代にはですね、この辺では亜鉛と鉛の採掘がめちゃめちゃ盛んやって、で、第一次世界大戦中にはですね、ピークになって、もう人口も急増して、まあ、学校とか郵便局とか企業とかもかなり入ってて、かなり栄えてたみたいなんですけど、まあ、1927年にアメリカ歴史上最悪の破壊的な洪水がですね、起こって、この町もですね、住宅とか学校とかも全部壊されて、その影響で人口とかね、企業もどん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 出ていって、現在2020年では、人口が98人まで落ちた、かなり小さな、町って感じですかね。まあものすごいですね、紅葉ある山々に囲まれて、その周りは牧場が、囲まれているっていうね、僕個人的にはものすごい好きな雰囲気な街ですね、小さい街で。で、まあ、1975年にですね、デイビッドっていう方がですね、この街に来て、まあ、教会を建てて、でその教会が現在白人至上主義団体の、まあ、本部となっているみたいです。 So like a lot of likeYou know, in the video, they say here it's like quite like a, how can I say, racist town, but it's not true, no? This is for people kind of retire, but we got a bad reputation because of the Klan down here, you know, the Ku Klux Klan. Here's the thing is, everybody here in Zinc, we're not part of that. We've never been part of that. That belongs to them people up the road here. It's their business. We don't care if you want to come in here and visit, live here. We don't care. You know, just keep to yourselves, we keep to ourselves.Everybody's fine, happy. Yeah. いやー、また想像とは全然違う感じ。歩いててもですね、いろんな人をめちゃめちゃフレンドリーになんか手振ってくれるし、しかも子供たちをめっちゃフレンドリーに接してくれるし、なんかどこか日本のですね、廃村とか田舎の方に行ったような気分ですね。なんか廃車とかもいっぱいありますし、で家もポツンポツンとあって、キャンパーみたいなのに住んでる人たちもいますし、なんか老後でめちゃめちゃ静かなところで過ごしてるっていう感じですかね。いやー、皆さんなんと美しいところでしょうか。もう川の音と、鳥のさえずりしか聞こえないんです。うるさい車の音とか工場とかも一切見えないし、いやー驚きやな。まさかこんな白人至上主義団体の本部がこんな美しいところにはあるなんて。トリプル K の何ですか、存在感ってすごいんだなって。この街もそうやし、ハリソンもそうなんですけど、トリプル K の影響によって人種差別主義の街と呼ばれるようになったっていうことをみんな口を揃えて言うんで、それだけ巨大な勢力で、過去に、ものすごいえげつないことをしてきた団体なんだなってなんか思いますよね。私たちとトリプル K とは違うっていう、もうはっきり言い切った回答がこの街でも、ハリさんでもほとんどというかみんな返ってくるんで、まあちょっと地図上にですね、トリプル K の、本部がある教会みたいなところをちょっと見つけたんで、そこもね、通ってみたいなと思います。あんまり撮影はできんと思うんで、通るだけになると思うんですけど、ちょっと行ってみますか。はい、皆さん
ここですね、アメリカ合衆国の国旗が見えるあそこが AKA の総本部があると言われている場所です。どんなとこなんや。この AKA の本部がこのハリソンとジンクのこちら根の根の根ですからね。ここですね、皆さん。うわぁ、ここがついにやってきた。見えますか、クリスチャン・リベラル・センターって書いてあります。キリスト教復活のセンター。ここが1975年にデイビッドっていう人が建てた教会がある場所、現在の KKK の総本部があるといわれている場所です。うわぁ、こんなところに、ここが根の根の根なのか。残念ながらゲートが閉じてるんで入れはしないんですけど、まあ、眺めるだけです今回は。はい、ということで皆さん、最後にやってきたのがこの町の墓地でございます。なんで墓地ってこんな大樹の下にいつもあるんですかって不思議に今思ってるんですけど、まあ今回の滞在ですね、一番質問多かったのが、あなたは神を信じますかという質問。その言葉通りですね、この町にはたくさんの教会があるんですけど、もともとアメリカ人はインディアンの土地にイギリスの宗教分裂の片割れ、プロテスタント派のピューリタンがやってきて、そこから独立宣言して、で人間はみんな平等にということで、でもその時アフリカ系の奴隷を引き連れてたにもかかわらず、人間はみんな平等にということで押し切って、まあでもその矛盾が現在にも続く人種差別問題の根なんかなと思ってみたり、アメリカでね、いや僕なんか30年しか生きてないんで何が正しいか言えませんが、難しい問題ですね。差別って人によって価値観も全然違うし、まあでも同時にですね、自分たちの文化とか歴史とか、人を守るどういうことなんだろうって考えさせられた滞在になりましたね。インディアンの時代、アメリカの時代、数多くの血が流れてきて、僕の願いとしては血を流さないで自分たちの歴史文化を守ることで大事だなと思うんですけど、もちろん暴力とか人をね傷つけるような行為は許されないことであって、僕も大反対です。いやでもその中でどうね、自分たちの文化歴史とか、ま、守っていくのかって難しい問題なって感じました。でもその中でも、なんですかね、この地球上にはたくさんの、いろんな人、全く違った文化があります。でもそれを知って、その知った文化や人をですね尊重してリスペクトする心ってめちゃめちゃ重要じゃないんかなと感じさせられた滞在になりました。ということで皆さん、今回動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ということで皆さん、今回はアメリカアーカンソー州ハリソンジンクからでございます。アディオス。